どうも皆さん、コンキキ、今回はお知らせ動画です。お、なんやなんや。去年やって割と好評だった、みんなで選ぶ2020年アニメベスト100。今年もやります。お、あの集計大変なやつやな。去年は、各クールごとに1作品選んで、全4作品をみんなに選んでもらう方式だったんだけど、今回は2021年のすべてのテレビアニメの中から5つ選択できます。お、選択できるのが1つ増えた上に、クールごとの縛りがなくなったんやな。うん、以前のやり方をしたのはクールごとに選んだ方が票が均等に分散するかなって思ったんだけど、クール縛りはやめてほしいっていう意見が結構あったんだよね。秋アニメとか最近放送された作品が有利になりやすいかなって不安はあるんだけど、まあ冬アニメやと9ヶ月前やし印象が薄くなる可能性はあるもんな。毎年の恒例にしつつベストなやり方を模索していきたいね。投票先は概要欄に URL が載ってるので、そちらからお願いします。投票期間は10日、12月30日の0時までや。一度投票すると修正はできませんのでご注意ください。公平を期すために1人1回の投票やで、 Google さんのアカウントが必要やから注意や。ちなみに今回お試しでベストではなくワーストも投票できるようになってます。ベストはベスト、ワーストはワーストで動画作るで。あなたが思う今年のアニメのベスト5、ワースト5、ぜひご回答ください。今年のテレビアニメ204作品全部掲載しとるはずやけど、あの作品がないってのがあったらコメントで教えてな。みんなの投票待ってます。じゃん。